ゆっくりがお送りするバトルフィールド2042オープンベータ実況動画。いつものカソゲーです。マリサもいますよ。ロタクドム1006です。はい、そういったことで今回もパーフェクトなストライクの方回していきましょう。ドム欲しいですから。それ3日前に終わってます。じゃあなんでドムいるんだよ。おかしいでしょうよ。そうなると計算合わねえでしょうよ。おかしいでしょうよ。霊夢さんが呼んだんですよね。さすがに水曜に動画間に合わねえでしょうよ。3日は許容範囲内やろ。何日しかないドムの祭典やぞ。ドムウィークと捉えてください。金図1枚でたんで撤退します。撤退できていない。パーフェクトストライクへの熱意もうちょ見せろ。我々はパーフェクトストライクが大好きです。熱意すごい。無理やろ無理やろ。ちょっとまだそこまでの域に達してなかったですかね。そういったことで今回は10月6日はドムの日なんで豪華に試合編集をいつものレギュラーサイズにまとめた贅沢動画に仕上げてきました。この1本で2試合分のガンオンがぎっしり。1試合じゃ尺足りなかっただけで。先生は5号機ヘビガンエルストパフェストドムのガンダムデッキで、僕はファークライ6に勝ち耐えるわけねえだろ。ごめんドムはガンダムに入らなかったは。僕は300円までって言ったでしょ。おじいちゃん昨日もうおやつ食べたでしょ。おばあちゃんのポムポムプリン。ああ早く出撃しねえかな。もちろん初動は銀図パーペチュアルスポピンポンで地下から地下通ってまっすぐ地下目指します。こいつにはやると言ったらやる。すご味がある。じゃ大和行きます。場所に届けるんじゃない。どうでもいいけど出撃シーンの顔にセリフかぶってんだよな。こっからはくっそどうでもいい移動シーンなんで3倍速黒猫配達です。ところで霊夢さん、パーフェクトストライクってどんな性能なんです。ルーレカス。森田さん自分で撃ち見た方が早いですよ。何のための動画だよ。射程300のしょぼい DP バズ当てると若干硬くなる。リベのセブソー340にしたみたいな機体です。そういうの欲しいんだよ視聴者は。毎回やれや。ちょっとビギナにやられるか思ったけどセーフでしたんで、このまま6いくぞ。この試合は今回も全階級でマッチしてますんで。深夜だと50対50の全階級か、40対40の火星、そせままっかの2択ですね今週。どっち引いても地獄。40対40の上角引ければ当たり。おい今何があったんや。サイズのハイパージャマーに暗殺されました。おばししたとこ狙われちゃいましたね。あんなん避けようがねえだろ。いやおばししたのが原因やろ。その発想はなかったは。でも霊夢さん一生懸命頑張ったからね。え、おう、そうやろうな。そうでもねえみてえな反応してんじゃねえか。適当言うんじゃねえよ。マイクラを散歩兵だからって手抜いてるわけないでしょうよ。次のエルストライコの動き見れば霊夢さんの弾音に対する真剣さがみんなにも分かってもらえるはずです。全力補給感謝ぶり言ったらクソほどボコられて終わりましな。何も考えてねえな。が安心してくれ。先週パイパスで無料ゲットした240コスのガンダム5号機がわしにはあるんや。ここ先にヘビーガンで行こうとしたけどラーメン入り怖かったからコスト低いリーオーに変えました。もうリーオー言うてもうてますけど。後ろ240コストでゼーバともどき持てるとか5号機の死体蹴りがすごい。けしからんネズミ野郎にリーオーちゃんのジャイアント105mm ライフルが火を吹くぜ。ブレイズアインの人が処理しました。危なこじとかみっともないですね。だがその後圧倒的歩兵差で南をしチャンスリーオー5号機も乗るしかない。このビッグウェーブ無理に決まってんだろ。240コスやぞ。この機体最大の難点は同コストと比べても低い最高速度。足をってどこまで5号機に寄せてくる徹底した5号機性能。だったらラストガンダムヘビーガンブムで来たとつ言ってやりますよ。ヘビーガンです。180増収機のやつね。こいつも FA ビームが弾速速い系で当てやすいんで、コスリ機体としてなんとか頑張れる。コスト低いネモでいい。ネモの方がマゼラ持てるしネモでいい。ネモの方が FA ビームのロック高いしネモでいい。ネモより優れたヘビーガン謎存在しね。一気に転がされて終了で4機一巡して取れ高ピンチな。いつもの展開やばいですね。こうなったらいやいや先生に頼るしかない。先生お願いします。先生お願いします。ピンチ
です、先生。いや、お前のことや先生おらんのか、先生。さあ、大事な時に何やってんだよ、先生。いや、もう六角ドムで取るからね。ここはもう先生いないんで、六角ドムの人お願いしていいですか。深い事情なら致し方ありません。私でお役に立てれば。お前らが想定している先生が誰か教えろ。せーの、10月9日はトムヤムくん。両方違います。ジャイアントバキあと街の武器スロ1倍だった。一旦仕切りなよ。ごめんおばしした。あっはぁ、許され、許されない。近年まれに見るお散歩ムーズ。さすがにひどかったね。今のはあと試合10分で終わりました。みんな頑張ったのね。頑張ってないのお前らだけだ。いや頑張ってこの戦績なんや。じゃあもうどうしようもねえな。個人評価は全階級マッチでもしっかりと G 評価取る。自動昇格順勝。階級程度派のそういったことで皆さんお疲れ様です。2試合目いきます。この流れで4試合目編集する気になったな。先に言っときますけど2試合目の方がひどい塩試合です。もう順調さかルーパーが実況できるゲームじゃないんすよ。今回も5機のガンダムでパーフェクトを3歩ストライクしていきます。折れない心。メンタルが強いやつしかできないゲーム。ちなみに今回のマッチは激狭火星で45対445の差召喚マッチングです。当分5人少ないだけならマップレギュラーサイズで良くないですかね。むしろ40対40でも通常マップで良くない。簡単に拠点殴られたら悔しいじゃないですか。初動は当然のように両軍中央で勝ち合って突れるチャンスゼロみたいですね。戦士協定でもない限りどうやっても初動突刺さらない拠点まで一本道構造。ならばパフェストちゃんのバズ確力見してくれ。なんのこの内臓ガトでミリ残りならプロギも美味しくいただけます。このガトが切り替えなしで撃てるんで射撃戦もそこそこできる。ただ初手バズの射程弾力がやっぱりネック。いくらバズ当てたら火ダメ。火 DP25% カットつく言われても初手近づかないとならないのは射撃戦では難しい。さらに格闘の伸びもそこまでないんでバズ確機としても少々使いにくい。コストのせいか全体的にいろいろ足りなくて射撃も格闘も中途半端なイメージありますかね。むしろこっちのエールストライクの方が素直な性能なんで射撃でもバズ確でも使いやすいと思う。でもエールストライク1キルもしないで終わってますね。レダ1個壊しただけでしたね。たまたまやろ。レダ壊しただけでも立派なもんだよ。340コスやぞ。相手対象のガチ伝えやぞ。敵でかっこ悪い。その後も召喚の餌役を順調にこなす小池 P 理想の順調の姿をご覧ください。今回も当然のように全キラーメンでラストガンドム出番です。今回もご注文受けたま終わりました。少々お待ちください。はい、サムネ用の立ち絵です。遠慮なくご利用ください。すいません、今回パーフェクトストライクの動画ですんで六角ドムのサムネとか需要ないんですか。ここまでコケにされてはさすがにこのドムも黙ってお台場に帰るわけにはいきませんぞ。ユニコーンしか置いてねえよお台場。実物大ドム像とか観光スポットにならねえだろ。ゆっくりのとっていつもそうですね。ドムたちのことなんだと思ってるんですか。ドムやろ。ちょっとやめてください。これがドムのラストチャイスなんです。ここは戦略的敵前逃亡。くっそー、せっかくの出落ちチャンスをミスミス逃しおって。お前はどっちの味方だ。この参戦中、わしだってガンダム一族の面汚しだってとこにしてやりますよ。お前は何を言っているんだミルコ。これがゲーバズボロキー。やったじゃーん、奇跡起きたじゃーん先生。本当にまぐれだと思ってください。ドム最強、ドム最強。まあまぐれでも高コス1食えたのは既成事実ですから、そこは認めましょう。その後も1キル1ですの投下交換戦法をしたりしなかったりするモバイルスーツの性能を活かせないままを散歩するガンダムたち。ドムに追いつけ追い越すな。2試合目だけあって編集も雑ですね。もうちょっとやめろ。こっち240コスの5号機やぞ。340コスの5号機の気持ちも考えろ。それは運営の人に言ってください。そしてまさかのゾッチャンス到来。ガンダムなら行くってないですね。いいようですけど。受けろ。これがハイパービームライフユーザーベル。当然のように食らうクローカウンター格闘で終了です。なんで突っ込んだんすか。雰囲気ラストもねっとり格闘。キヘの憎しみストライク
鶴も憎いリエース機にお仕置きされて終了です。しっかりとカメラ目線してくる確信犯。全部火星マップが悪い。これなら10分で終わった1試合目の方がマシですか。皆さん20分お疲れ様でした。将軍拠点ほぼ無傷で終わるマップが楽しいわけがない。順位は左官も混じってたせいか C 評価で済みました。お願いで助かりましたね。関係ないです。ほら、じゃあ先生もお疲れ様でしたということでね。またガンを始まったら読んでください。僕です。なんでガンオン終わる前提で話してんだこいつ。来週は階級システムの一部調整を実施で階級リセットされます。ついに万年餌薬順勝から解放されるんですか。どうせまたガバガバ査定なんやろ。わし知っとるで。一緒にパイパスとセクションリーグも新シーズン開幕。そしてシンデラックスの96ベータが登場。約束されしモビルドール製造機とマの320コスキの夢の共演。パイパスで銀図もらえれば文句言いません言います。さらに沼ヶ社の金図確定バージョンも出るらしいですよ。ジャブジャブお願いします。そして現在64ビットバンクライアントのテスサバ開催中。11日までやってるよ。ということでまた次回。